はようございます。いかがですか、今日の調子は。今のところは、はい、なんとか9戦3勝3勝です。結構きついロビンがみんな。そうですね、やっぱ割と皆さん前に、ああ地方に来ると結構限られた選手しか出なくて層が厚くなります、ね、はい、うん、まあ、で今年間ランキング3位、はい、頑張ってますからね。頑張ってます。この後も、もう少し、はい、はい、よろしくお願いします。あれ読み落ちしました。誕生日優勝は叶わなかったな。まあきついロビンだって言ってたの、まあね、通りに。でも、まあ、自分がいなかったので上げたんで、うん、次新潟ね、はい、2週間、はい、39歳は、はい、いい年にしてください。はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様です。あ、金子選手おはようございます。中継見てましたけど、もう全勝で。ありがとうございます。なんとか。いい感じですか。あ、そうですね。いい感じに決めるところと、なんかスイッチのオンオフがしっかりできてるんで、これがトーナメント以降に続くように落ち着きながらできればなと思ってるので、余裕はもう今出てきたんで。はい。はい。前回の負け悔しかったんで、ベスト8でね。はい。うん、もういけたなって感じだったので、うん、自分のそういうのを戦いながら試合できればなと思います。今日はでもロビンから痺れるような試合をして、はい、強い人ばっかりで勝ちと当たってたので、気合はしっかり入ってる状態で進めるので、はい、から頑張っていきたいと思、はい、お子さんの誕生日ということで。そうなんです、7歳になりました。はい、あっという間なんで、ちょっと気を打っちゃう方なんで、ちょっと気をつけながら、はいはい、頑張っていけたらなと思います。はい、パワーに変えてください。そうですね、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ前回準優勝でしたが、おめでとうございます。今日はロビン落ちそう。あ、ロビンは抜けて3位抜けで、まだ落ちてない、まだ結果待ち、結果待ちです。暗い顔しないで。はい、前もこんな感じだったけど、ギリギリだったね。前も9週、まあこっからでしょう。うん、死んだつもりで、ね、はい、アップめっちゃしてきます。そうね、気になります。はい、はい、頑張ってください。お疲れさまでした。最後のダメだったな。そうですね。あと取ってれば抜けだったんですけど、ちょっと久しぶりに4位に。4位です。ああ、3位だったらまだ。全試合えぐって落としてなので、ああ、ちょっと残ります、ね。そのセリギアのね。セリギアが今日はいくつか。ちょっと、まあメンタルの勝負になってくるから。はい、次は燕三条ですね。あ、はい、三条、新潟好きなのでラーメン美味しいとこだからね。はい、風来坊の反響はいかがですか。風来坊結構あのホームショップの方々に、うん、盛り上がってない方ってめっちゃすごいいじられて、全然盛り上がってない画像の、そんなことないです、盛り上がってなくないです。店が少ない方に、ね、ダントナーが少ないんだけど、なるほど。メッカはめっちゃ盛り上がってます。メッカはめちゃめちゃ盛り上がってます、なるほど。それはここで訂正します。使ってくださいね。はい、切り抜き方が悪い。いやいや、まあまあ本当に味方間違えましたね。わかりました。はい、またじゃあお願いします。はい、はい、お疲れ様です。ベスト8来たの。ベスト8見てる、トーナメント表。え、トーナメント表見てる。次あがりさん。そう、はい、でお仕事して、まあ、お酒飲んで全力で投げます。よし、頑張れ。お疲れ様。帰るの。まだ帰らないけど、まあまあ、ま、試合は終わっちゃった。試合終わって審判も応援してくる。応援してきます。はい、なんかおしゃれな足ですか、それ。これ足です。なんかそのね、手ですか、これ。これ手ですね。透けてますよ、反応。大丈夫ですか。また、燕三条、頑張ってきてください。はい、さっき言ったね、その話。今日
めんなさいね、もう1チャンしか残っとらんくて、はい、ベスト8はおめでとう、はい、悔しい、はい、悔しい方が強いな、試合後だから、先週もあかりさんに負けたな、あかりさんに負けてまたハイブル1本で、まあまあでもパーフェクトで頑張ってたらやっぱりあかりちゃんとの対戦避けて通れないと思うし、まあ開幕の決勝もねあかりさんに勝っての優勝なんで頑張ってください、またブルブルブル外したな、最後外した上に決められたな、こんな悔しいの、ちょっとなんかそうね練習します、練習します、はい、ありがとう、あ、ダーツ祭りでねみっちゃんの帽子が、あ、帽子、はい、完売したんで、あ、ありがとうございました、はい、たくさん行ってる、ありがとうございました、また来たよ、一緒に行ってロビン落ちの彩香さんと、はい、いや、何ロビン、鬼ロビンね、いっちゃんもね、あ、ロビン落ちかけてたけど、メンタルを強化でフィジカルを鍛える、はい、また見てください、また見てください、チャンネル登録お願いします、お疲れ様です。